はい、どうもこんにちは。今回ですけども、1万メートル自己記録、大学別上位10人平均ランキングトップ20というところで話していきたいと思います。箱根駅伝、いよいよ迫ってまいりますが、11月の10日現在でですね、1万メートルの自己記録、上位10人平均ランキングを最新版作成しましたので、ざっとですね、見ていこうかなと思います。細かいね、選手紹介とかあまりできないので、ざっとね、21位からずらずらっと1位まで見ていきたいと思います。21位はですね、法政大学というところで、上位10人平均が28分59となっておりまして、先日ですね、大学記録を更新した大島選手筆頭に、やっぱ上級生がね、上位に連なっているなというところではありますね。もう21位で28分59というところで、箱根駅伝はですね、連合チームを除くと、通常であれば、20チームね、出てくるんですけれども、その20チームから外れる21位でも28分台というところで、すごい時代になったなというところですよね。しかもまだこの後、自治体抗戦があったりとか、記録会、日体大記録会もあったりする中で、この11月のね、10日時点で、このね、様子というか、21位でも28分59というところで、非常にもう本当にハイレベル、史上稀に見るレベル、シューズのレベルが上がって、シューズの進化があるというところはあるんですけども、すごいなというところですかね。では20位から見ていきたいと思うんですが、20位に関しては、立教大学というところですかね。はい、立教です。立教に関しては、先日のね、全日本では初出場、初シードというところで、非常にね、快挙の、印象的な活躍を見せてくれましたけれども、この後ね、自治体抗戦が控えているという状況ではありますね。3年生、4年生のタイムが中心なので、力のある、ね、下級生はまだまだ残ってますので、ぐっと平均タイムを上げてくる余地があるんじゃないかなというふうに思います。では、それで19位ですね、見ていきたいと思います。19位は日本大学というところですかね。日本大学。日本大学は予選会でね、トップ2年連続トップのキップケメイ選手中心に、箱根駅伝3区好走した安藤選手だったりとか、4年生、3年生ですかね、上位が多いなというやっぱ印象ですけれども、新監督に変わってから1万メートルのね、記録もしっかり出してくる印象ですので、この後の日体大記録会だったりで、また一気にタイムを伸ばしてくる可能性もあるんじゃないかなというところです。では続いて18位見ていきたいと思いますが、18位は明治大学というところですね。明治に関しては、今年箱根駅伝に出場できないというような、ちょっと残念な状況ではあるんですが、自治体抗戦がね、控えていますので、特にですね、4年生の選手ですね、尾崎選手、引田選手、東原選手、ね、水上選手ですね、自己記録ぐっと更新していって、28分台ラッシュとか28分半ばのあたりの記録をね、ぜひ期待したいなというところですかね。はい。では続いて17位見ていきたいと思いますね。17位に関しては、日本体育大学というところですかね。日体大に関してはですね、3年生、4年生が非常に層が厚いというところで、上級生が28分台中心の選手というところではあるんですけれども、この後また日体大記録会もね、ありますし、記録もね、平均タイムを伸ばしてくる余地があるんじゃないかなというところですかね。はい。全日本でもね、あと少しでシードというところまで来てましたし、箱根駅伝楽しみかなというところです。続いて16位見ていきたいと思いますが、16位は神奈川大学というところですかね。はい。神奈川大学に関しては、関東学連の網走記録会ですね、7月のところで自己記録多く出てきてまして、28分台が続出してきたというような状況でありますね。どちらかというと、トラックのタイムというよりは、ロードとか駅伝でね、結構強い選手が多い印象でしたけれども、しっかり1万メートルのタイムもね、16位ではあるんですが、28分台に乗っけてきているというところです。はい。では、続いて15位見ていきたいと思いますね。15位に関しては、早稲田大学というところです。早稲田に関しては、はい。山口智則選手、石塚選手がね、27分台で平均タイムをね、押し上げているんですけれども、伊藤選手や山口俊平選手、早稲田選手、まだまだね、1万メートルでも記録が出そうだなという印象の選手がいますし、はい。早稲田に関してはね、この後あんまり1万メートルで記録狙ってくる場面は多くはないと思うんですけれども、でも、15位という位置にはいながら、やっぱ、本当に5位争いだったりとか、上位争いに、ね、出てくるチームかなと思うので、まだまだね、有力な選手も控えていて、楽しみかなというところですかね。はい。では、続いてですね、14位見ていきたいと思いますが、14位は山梨学院というところです。山梨学院に関しては、この間の日体大記録会ですね。日体大記録会では自己記録28分台ラッシュというところでしたね。はい。
まあ、村上選手や平井選手、そして徳田選手というところ28分台ね、続出してきましたし、ルーキーの阿部選手も29分17というところでね、平均タイムもね、28分台に乗っけてきました。はい、山梨学院もあんまり1万メートルで記録が出るっていうような印象はなかったんですけども、まあ、監督変わって今年しっかり28分台に乗っけてきているというところで、こちらもまた山梨学院もですね、箱根駅伝は面白くなってくるなというところですかね。はい。では、それで13位をね、見ていきたいと思いますが、13位に関しては、順天堂大学というところで見ていきたいと思います。順天堂。順天堂に関しては、この間の日体大で吉岡選手、ルーキーの池間選手がですね、28分台、28分台というところで上げてきました。はい。まあ、玉目選手ですね、1年生にして学内ランキング1万メートルトップですけれども、ちょっと秋ね、まあ、夏以降レースなかなか見られてないというところで心配ではありますよね。まあ、でも他の、ね、ルーキーでいうと河原選手が、ね、楽しみかなというところで、まあ、28周年の力はあるんじゃないかなと思ってますので、今後出てくるかどうかというところは注目かなと思います。続いて12位見ていきたいと思いますが、12位は東京国際大学というところで見ていきたいと思います。東京国際に関しては、まあ、エティール選手が引っ張っているというところではありますが、まあ、上級生ですね、4年生が28分台がずらずらと並んでいまして、はい。まあ、4年生いよいよラストイヤーというところであるんですけども、佐藤選手や木村選手、まあ、白井選手というところで、まあ、白井選手がね、復活してくるかどうかというところは注目ポイントかなと。まあ、もう12位で、まあ、28分39というところで、まあ、28分半ばを上位10人平均で出していても、まあ、10位に入れないというような、まあ、とんでもない時代になってきましたね。はい。まだ11月の中旬なので、これからね、記録化の機会はまだ残っていてのこの状況なので、はい。まあ、シューズの進化はあれど、非常にもう高速化かなと思います。では、11位見ていきたいと思いますが、11位に関しては、中央学院大学というところです。中央学院ですね。中学院大学に関してはですね、この間の日体大記録会でもう自己記録ラッシュというような状態で、まあ、4年生がね、かなり強いというところではあるんですけれども、下級生もね、自己記録多く出してきているというところです。まあ、吉田礼志選手がね、27分台というところで引っ張っていっていますけれども、まあ、箱根駅伝はね、まあ、2区ね、来るでしょうから、走り楽しみだなと思いますし、まあ、同じ千葉県の篠原選手との対決っていうのもね、見られたら熱いんじゃないかなというところです。では、続いて10位をね、見ていきたいと思いますが、10位に関しては、帝京大学というところで、はい。まあ、帝京もですね、今年は1万メートルかなり記録出てるなというところで、まあ、日体大記録会でね、28分台自己記録ラッシュでしたけれども、はい。まあ、どちらかというと1万メートルとかはそんなに記録が出る印象ではなかったんですが、今年はかなりね、タイムもいいですし、まあ、本来のね、帝京の持ち味である、やっぱロードですね、箱根駅伝のところが非常に楽しみになってきたかなという状態ですかね。はい。では、続いてですね、9位を見ていきたいと思いますが、9位に関してはですね、東海大学というところで、まあ、東海大学もですね、ちょっと今回箱根駅伝には出れないですが、まあ、本当に28分38、上位10人平均出していてもね、出れないというような、本当にとてつもない時代になってきたなというところですかね。まあ、アクシデントはあったにしろですね、まあ、こう、このね、水準を出している28分台ここまで揃えてきてたりとかっていうチームがね、出れないような時代にもなってきていて、かなりね、まあ、箱根駅伝のレベルっていうのも分かってきてるなと。いうところですかね。はい。まあ、兵頭選手、花岡選手はね、ぜひ、まあ、27分台に向けて、また頑張っていってほしいなというところでありますね。はい。では、続いて8位を見ていきたいと思いますが、8位は、東洋大学というところです。東洋ですね。まあ、東洋に関してはですね、全日本少し噛み合わずというところで、シードを逃してしまいました。はい。まあ、こちらもですね、本当に上位10人平均28分台のチームが、まあ、万全ではなかったとはいえですね、まあ、全日本でシードを逃してしまうというところで、こちらも本当にね、レベル高いなというところですかね。まあ、箱根に向けてはね、仕上がってくるかなと思いますけれども、まあ、1年生もね、先日28分台出てきましたし、しっかりね、足並みが揃うといいんじゃないかなというところで、揃ってほしいなと思います。では続いてですね、7位を見ていきたいと思いますが、7位に関しては、城西大学というところです。まあ、城西大学は本当近年ですね、まあ、
ク的なトレーニング中心に非常にね、まあ、安定して力もつけてきておりまして、まあ、キムタイ選手だけではなくてですね、斉藤選手、平林選手といったね、日本選手も強いですし、まあ、中間層の厚みもね、年々本当に強くなってきてるなというところですかね。桜井選手、久保出選手、山中選手というところです。はい。じゃあ続いて6位をね、見ていきたいと思いますが、6位に関しては、大東文化というところですかね。大東文化。大東文化大学に関してはですね、まあ、本当に真名子監督に変わってから、まあ、スピードからだんだんね、スピード3000とか1500から5000、1万、ハーフというところで、非常に評価がね、育成がうまくいっていて、もう本当にこんなに28人台がいるというところで、まあ、下級生も力ある選手非常に多いですし、まあ、高校時代ね、あまり目立ってなかった選手も伸びているんで、すごいなと思います。続いて5位を見ていきたいと思います。5位は駒澤大学ですね。見ていきましょう。駒澤に関してはですね、まあ、28、33というところであるんですが、まあ、1万メートルで記録は狙わないような大学ではあるんですけれども、まあ、啓太選手、篠原選手がですね、大きくタイムを稼いでいるというところですかね。はい、もっとね、1万メートルも見たいなという選手が多い印象ですかね。はい。では、続いて4位を見ていきたいと思います。4位は、青山学院というところで見ていきたいと思います。青山ですね。青山学院大学に関してはですね、まあ、マーチ対抗戦がこの後控えているので、ぐっとまたタイムを伸ばしてくるんじゃないかなというところで、すでにね、すごいんですけれども、今後28分台ラッシュは期待できるかなというところです。では、続いて3位を見ていきたいと思います。3位は、中央大学というところです。中央ですね。中央大学に関してはですね、まあ、ちょっと全日本は少し悔しい思いをしてしまったかもしれませんが、まあ、中央もこの後マーチありますし、まあ、1年生から上級生まで非常に28分台が多くてですね、画面に収まりきってないですよね。まあ、ルーキーから各学年ね、主要メンバーがいるというところで、かなりの演奏の厚さかなというところです。はい。続いて2位を見ていきたいと思いますが、2位は創価大学というところです。創価もですね、本当に、まあ、近年ですね、5000や1万のタイムぐっと上げてきて、本当にもうすごいなというか、5年前ぐらいはまだね、どちらかというとロードというか、持ちタイムがないけどロード強いみたいな感じだったんですけれども、まあ、近年本当にもう27分台がずらずらずらっと並ぶというところで、非常にトラックのスピードもね、魅力的な大学かなというところです。で最後1位見ていきたいと思いますが、1位は國學院というところで、28分21というふうになっております。まあもう層の厚さはね、言うまでもなくと。というところですかね。ずらずらずらっと28分台、29分前半と、まあ、ハーフのね、62分台の数も非常に多いですし、まあ、そうなってさ、本当に青学や中央学、中央大学ですね、青学や中央よりもっていうような状態にもなれるんじゃないかなと。まあ、この後ね、上げ幅あるんで、1万メートルはそんな伸びてこないと思うんですけども、ハーフ含めたその厚さっていうのはね、かなり魅力的かなというところで、かなりね、早口だったんですけども、ここまでお伝えをしていきました。はい。